またもや筆を進めるのが極めて困難な地点にたどり着いた。ここに至って私はもはや動じなくなっているべきなのだが、いくつかの経験とほのめかしによって癒えることのないほど深い傷を負っているのであり、入りもしない感受性を植え付けられたせいで全ての恐怖が当時同様にフラッシュバックしてくるのだ。先に述べたように、我々は前方のピカピカの床の上に障害物があるのを見た。そしてこう付け加えても良いのだ。辺りに立ち込め奇妙にも急激に強まっていく異様な悪臭が我々二人の鼻をほぼ同時に襲い、今やそれは先に行ってしまった他の者どもの名状しがたい周期と実に明瞭に混ざり合っていたと。その障害物が何かは二本目の電灯の光によって疑いの余地なく判明し、我々は思い切ってそれらに接近してみた。遠目にもそれらが我々を傷つけうるような状態からはるかに隔たっていることが見て取れたからだ。ちょうど哀れなレイクのキャンプでおぞましい星形の塚から掘り起こされた陸体の標本と同様に、我々が掘り起こした者どもの多くと同じく、彼らは完全性を欠いていた。だが、彼らの周囲に深々と溜まりつつある暗緑色のプールから見て、彼らが不完全な状態になったのはごくごく最近だということがますますはっきりした。レイクの速報によると、我々の前を行った集団は8体以上の者どもから構成されていたと思われるのに、そこにいたのは彼らのうちの4体のみに見えた。彼らをこんな状態で発見するとは全く思いもよらなかったことで、我々はこの漆黒の地の底でいかなる種類のおぞましい苦闘があったのだろうかと思った。ペンギンたちは死体の一つをくちばしでつつき回し、今では我々の耳にもずっと先の方に巣があることがはっきりしていた。これら他の者どもはそういった巣の一つを荒らしてしまった結果、ペンギンどもに死ぬまで追い回されたのだろうか。これらの障害物はそれを示唆していなかった。というのも近づくにつれこの者どもがどれほど恐ろしい損傷を受けたかが分かってきたのだが、ペンギンがいかにくちばしでつつこうとも、レイクの冒険によりその強靭性が判明している組織にここまでのダメージを与えられるとは到底考えられなかったからだ。おまけに、この盲目の巨鳥たちはとてもおとなしそうに見えた。では彼らの間に内輪もめがあり、ここにいない4体が犯人だということなのだろうか。だとしたら彼らはどこに、すぐ旗にいて我々にとって即脅威となるのだろうか。率直に言って気が進まなかったものの我々は足を運び続け、ゆっくりと接近していったが、その最中にも滑らかな床を持つ側道が気になり、ちらちらと目を向けてしまった。構想がどんなものであったにせよ、それがペンギンを慣れぬ放浪に出るほどに驚かせたのは明白なのだ。となれば、それは計り知れぬ深淵の向こうでかすかな物音を立てている巣のそばで起きたに違いない。というのも鳥たちが普段ここに住んでいる様子はなかったからだ。我々は考えた。多分恐ろしい戦闘が繰り返されたのだろう。そして旗色の悪い側が資材を置いたソリのところに逃げ帰ろうとしたところで追跡側にやられてしまった。人は、暗黒の深淵の中で名状しがたいほどにおぞましい存在の間に発生した口論が沸騰した結果、そこから逆上してガーガー叫びちょこちょこ走り回るペンギンたちの大群を追い出した光景を想像できよう。だらしなく横たわった不完全体の障害物に向かって、我々はゆっくり、いやいやながら接近していった。というわけだ。天よ。我々があんな者どもに近寄らず、かのぬめぬめとした滑らかな床と人を小馬鹿にするような大英的猿真似で痴漢された壁面彫刻を持つ冒涜的なトンネルを全速力で走り抜けてさえいたら、我々が見てしまったあるものを目にする前に、そのもののため我々の精神が焼け落ちてしまう前に駆け戻ってさえいたら、そのもののせいで我々は金輪際安息を得ることができないのだ。2本の懐中電灯の光が倒れた物体に注がれると、我々はすぐさまそれらの不完全性における主要な点を理解した。それらは撃たれ、潰され、ねじられ、裂かれていたものの、共通の主たる障害は完全な頭部の欠損だった。それらからは触手のある人手上頭部が取り除かれており、近づいてみたところ、除去の方法は通常の切断というよりも地獄めいた引き裂きないし吸引のように見えた。平ったらしい暗緑色の体液が大きな溜まりを作り、さらに広がっていった。だがその周期はより新しくより異様な悪臭によって半ばかき消されていた。その新たな悪臭はこれまで我々が辿ってきた経路のどこよりもこの場所で一層刺激的だったのだ。倒れた障害物のすぐ側まで近づいて初めて、説明不能な第二の悪臭の直接の原因が何か思いを読んだ。そしてその瞬間、ダンフォースは二畳紀、すなわち1億5000万年前における古き者どもの歴史を活写したある彫刻を思い出し叫び声をぶちまけたのだ。この神経をズタズタにされたような叫びはヒステリックな小玉を返しつつ、邪悪な上書き彫刻のある太古のアーチ状通路を通り抜けていった。私の声も寸でのことでその小玉に加わりそうだった。私もまたそれらの原初の彫刻を見ており、不完全な体になって倒れ服した古き者どもの上に広がるおぞましい粘液状のものを暗示する名もなき芸術家の手際を立然としつつ称賛していたからだ。その姿はショゴスを再度屈服させるための大戦争の際に、恐るべきショゴスによって殺害されたゾッとするような首なし死体に典型的なものだった。はるか昔の、失われた者どもを描いていてさえ、それらは忌まわしく悪夢のような彫刻だった。ショゴスとその行状はいかなる人類の目にも触れるべきではなく、いかなる存在の筆によっても描かれるべきではないからだ。ネクロノミコンの狂った著者は、それはこの惑星上では未だかつて飼育されたことがないと神経質に断言しようとしており、そんなものを想像してきたのは薬中の夢見人ばかりだとしていた。不定型の原型質はいかなる形態も臓器も代謝過程も模倣し再現することができた。泡立つ細胞の粘性を持つ凝集体。無限に可塑的かつ掻き体的な直径5メートル弱のゴム状回転楕円体。暗示による奴隷にして都市の建設者。日増しに機嫌を損ね、日増しに知恵をつけ、日増しに水陸両生となり、日増しに模倣を進め、大いなる神様。冒涜的な古き者どもとはいえ、いかなる狂気が彼らをして核のごとき者どもを利用し彫刻しようと考えさせたのでしょうか。そして今、それらの首なし死体の上に生々しく虹色の光を映す黒い粘液が厚ぼったく這い上がる様を見、病的な幻想のみがその原因を思い描けるような未知の不快な悪臭を嗅いだとき、それが死体の上ばかりではなく、量は少ないものの彫刻が拭い去られた呪わしい壁面の上に一連の点の集合となってばらまかれているのを見たとき、ダンフォースと私は宇宙的恐怖というものをそのどん底まで味わったのだ。いなくなってしまった残りの4体への恐怖ではなかった。それらはもう何者をも傷つけることができないだろうから。ああ畜生。結局、彼らは彼らなりに邪悪な存在ではなかった。異なる時代異なる理法に生きる人間だったのだ。自然は彼らを地獄のようにからかった。また将来人類の狂気が、冷淡さが、あるいは残酷さが、死に絶え眠ったままの恐れるべき極地の荒野から掘り起こすかもしれないものの上にも同じことが起こるのだろう。かくして彼らの悲劇的な帰郷となったのだから。彼らは野蛮ですらなかった。彼らが実際何をした?見知らぬ時代の寒気の中での恐怖の覚醒。おそらくは煙くじゃらな。狂ったように吠え立てる四足獣に攻撃され。朦朧とした中でそれらや同様に逆上し奇妙な被服と装備を持った白い類人猿から身を守り、哀れなレイク、哀れなゲドニー、そして、哀れな古き者どもよ。最後まで科学者だった彼ら、同じ立場だったら、彼らがしたことで我々がしなかったことが一つでもあろうか。神よ、なんたる知性、なんたる忍耐力、だろう。なんという信じがたいものに彼らは直面したのだろうか。洞窟内の同族や祖先が直面したものに負けず劣らず信じがたいものに。放射双生動物、植物、怪物、星の落とし子、なんと呼ぼうが。彼らは人間だったのだ。彼らは氷の峰々を渡りかつて崇拝していた神殿のある斜面を抜け寄生シダの茂みをさまよった。自分たちの都市が死滅し眼下に横たわる姿を目にし、我々同様に洞窟で後日の出来事を読み取り、生きた仲間たちを求めてまだ見ぬ暗黒の深淵へとたどり着こうとし、そこで彼らは何を見つけたのだろうか。これらの粘液に覆われた頭のない姿から、いやらしくも上書きされた彫刻とその脇にある悪魔めいた生々しい粘液の反転の集合へと目を移した刹那。ダンフォースと私の脳裏に同時にひらめいたのはこんな考えだった。我々はそれらを目にし、かのペンギンがうろつく闇の深淵に鎮座するキュクロプス式都市の中で勝利し生き延びた者が何かを理解したのだ。今もまたそこから邪悪な霧が渦巻き青白い息をつき始めた。あたかもダンフォースのヒステリックな叫びに呼応するかのように。おぞましいスライムと頭部の喪失を認めたショックで我々は言葉を失い石像のように立ち尽くしてしまった。二人がその瞬間全く同じ考えを宿していたことが初めて判明したのは後の会話からである。立ち止まっていたのは永劫の時間のことのように感じたが、実際には10秒か15秒もなかったはずだ。憎むべき青白い霧が何か遠くから迫ってくる巨体に追われるかのように湧き上がり、そこに最善の判断をほとんどひっくり返すことになるある音が聞こえ、呪文が解けた我々はギャーギャー泣きわめく混乱したペンギンたちよりも一層気違いじみたありさまで都市へと引き返した。氷に沈んだ巨石通路を狂った機械人形のように駆け抜けた。大いなる分けた環状建築へと、その古代の螺旋破スロへと、健全な外気と陽光を求めて、先にほのめかしたように、この新しい音のため我々は決定事項をほぼ放棄することになった。哀れな霊育の冒険によって得られた知見から、その音は我々がすでに死んだと判断していた者どもの属性だと考えられたからだ。後になってダンフォースは、それはまさに例の表情の工事の核ではるかにくぐもった形で耳にした物音そっくりで、我々が二人して大山脈の洞窟の周りで聞いた風の笛音との間にショッキングなほどの類似性があったと語った。子供扱いされる危険を承知の上で私も加えることにしよう。ダンフォースの印象が私に共鳴を起こさせただけかもしれないが、無論のこと読書傾向が共通していたせいで二人ともこんな解釈に至ったのだ。これまでにもダンフォースは、ポーが1世紀前にアーサー、ゴードン、ピムを執筆した際に、存在すら知られていない禁断の情報源に接触したかもしれないという奇妙な説をほのめかしてはいた。ご存知の通り、この奇譚には南極との関連において恐ろしくも大いなる重要性を持つ一つの未知の言葉が現れ、かの邪悪な領域の中心で幽霊のように白い巨鳥たちがその叫びをいつまでも繰り返すのだ。テケリリ、テケリリ、打ち明けよう。これこそ我々が聞いたと思ったものであり、それは迫り来る白夢の背後から突然鳴り出した音が伝えてきたもの。広い音調にわたる潜伏性の音楽的な笛音だ。最初の3音ないし3音節が聞こえた時には我々は一目散に逃げ出していたが、古き者どもの俊足ぶりからして、殺害を免れた者なら誰でもその気になれば追跡者となり、叫びを上げつつ我々を捕らえるのも時間の問題だと分かっていた。それでもこのような種族ならば、純粋に科学的な好奇心から我々を捕獲したとして、こちらが喧嘩腰にならず類似の理性を見せれば命を助けてくれるのではないかという儚い望みを持っていたのだ。結局のところ、自分自身が何も恐れる必要がないほどの強者なら我々を傷つける動機がないはずではないか。この機に及んでは隠蔽など無駄なあがきなので、走りながら懐中電灯を向けて背後を伺い、もやが薄れていくのを見て取った。ついに我々は例の他の者どもの生きた完全標本と見えることになるのだろうか。またもひそやかで音楽的な笛音が聞こえてきた。テケリリ、テケリリ。その時、実際に追跡者を引き離しているのに気づいた我々は、相手は負傷しているのかもしれないと思いついた。けれども、そいつが他の存在から逃げていたのではなく、ダンフォースの叫びに応えて近づいてきたのは明白だったので、そんな甘い考えに運を任すことはできなかった。疑うにはあまりに両者のタイミングが合いすぎていた。一層信じがたく名状しがたい悪夢。粘液にまみれ悪臭ふんふんたる。一目と見ることのできない原型質の山であり、その種族は深淵を征服し地上へと先遣隊を送り出し彫刻を上書きし丘中を穴だらけにしてのたくりまくっているのだ。の居所については推測さえできなかった。またこの悪夢のせいで、おそらくは手負いとなった古き者どもの一体、多分唯一の生存者を追っ手の前に置き去りにし、名城すべからざる運命に任せることについて何とも胸が痛んだ。ありがたいことに、我々は足を緩めなかった。巻き上げるもやは再び濃さを増し、一層速い勢いで向かってくるようになった。一方、迷い出たペンギンたちは我々の背後でガーガーキーキー叫びパニックの様相を示しており、先ほど通り過ぎた時には大して混乱していなかったことからすると実に驚きだった。またしてもあの邪悪な、幅広い音調にわたる水鳴が聞こえた。テケリリ、テケリリ。我々は謝っていた。そいつは怪我なんかしておらず、レタ同族の遺体とそれらの上に散る身の毛のよだつスライムに出会って立ち止まったに過ぎなかったのだ。その悪魔の紋章がどんな意味かは理解の拉致違いだったが、レイクのキャンプの墳墓は、その者どもが同族の死者をいかに重んじていたかを示していた。後先考えず懐中電灯をつけっぱなしにしたので、先の方に様々な経路が修練する大洞窟が見えてきた。我々には嬉しかった。病的な上書き彫刻を、ほとんど見えなくても存在が感じられるのだ。後にしていくことが。その大洞窟に到達したとき、追跡者があまたくの速道に惑わされて我々を見失う可能性があるのではないかとひらめいた。この開けた空間には盲目のアルビノペンギンが何羽かおり、迫り来る存在のことを不思議なほどひどく恐れていることが明らかだった。ここで逃走に必要な最低限度の明るさにまで懐中電灯を暗くし、きっちり足元だけを照らすようにすれば、もやの中で巨大な鳥が怖がってガーガー鳴く動きが我々の足音を消し、本当の進路を隠し、追跡者を誤った方向へと誘導し得るかもしれない。あたりには螺旋を描いて霧が渦巻き、いかに古き者どもが特殊な感覚を持ち、いざとなれば不完全ながらも部分的には光を必要としないと推測されるとはいえ、ここまでの病的に磨かれた穴と違って、ここより先のトンネル主部における乱雑で光を反射しない床面の下では、明確な形態を見分けることが極めて難しいはずだ。実際には、焦って道に迷うことがないように我々はそれなりに気を使っていた。というのも我々は、無論のこと、死とを目指して一直線に進むつもりだったからだ。未知なる蜂の草上の麓の丘で迷ったらその結果は到底受け入れがたいものになる。我々が生きたまま脱出できたという事実が、例のものが誤った速道に入り込み、一方我々が運よく正しい道を選んだことを十分に証明している。我々を救ったのはペンギンだけではなく、もやと相まってのことであったと思われる。ここぞという瞬間に濃密な蒸気が湧き上がり続けたのは、運命の女神の恩寵でしかありえない。というのも、それらは常に移動式へかけていたからだ。そう。それらは我々が彫刻し返された吐き気を催すようなトンネルから洞窟へと飛び出すその刹那。一瞬晴れ上がった。それで、懐中電灯を暗くしペンギンの中に紛れ込んで追跡者を巻こうとした直前、襲い来る存在の方を恐る恐るちらっと振り返った我々は、最初にして最後の一別を得てしまったのだ。我々を覆い隠してくれたのが運命の恩寵なら、あんなものを別件させたのは運命の限りない悪意だった。地雷我々に取り付いている恐怖のたっぷり半分は、半ば幻覚のようなその一瞬の結果だからだ。その時振り向いた正確な動機が一体何だったかというと、おそらく追われる者の本能、追跡者の性質と進路とを測りたいという有志以前から続く本能以上のものではなかったのだろう。あるいは我々の感覚の一つが無意識のうちにジャッキしたある疑問の答えを知ろうとする自動的な試みだったのかもしれない。逃走している最中は、我々の全能力はいかにして脱出するかという点に集中しており、細部を観察したり解析したりする状況にはなかった。だがそうであってさえ、我々のもの言わぬ脳細胞は尾行から伝えられるメッセージに悩まされていたに違いない。それが何か分かったのは後になってからだった。かの首なし障害物の上で悪臭を放っていたスライムからの離脱、および同時に発生した追跡者の接近、論理に従えばその際起こるはずの周期の後退が見られなかったのだ。レタモノの近くでは未だに説明のつかない新たな悪臭が圧倒していた。だが、この時点では大部分が例の他の者どもに属する名状しがたい匂いに置き換わっていなければならなかった。そうはなっていなかった。その代わり、今やより新しく、より耐え難い方の悪臭がほとんど希釈されないまま漂い、毒々しさが1秒ごとに高まってきたのである。それで我々はちらっと振り返った。二人同時だったようだ。まあ、一人の動作が発端となってもう一人が真似したに違いない。そうしながら我々は一瞬薄れたもやに向けて2本の懐中電灯を目いっぱい焚いた。すべてを見ておかなければという純然たる原始的な焦燥感か。あるいはそこまで原始的ではないにせよ同じくらい意識下の努力だったのかもしれない。電灯を減光し前方の迷宮の中央部にいるペンギンをかわしていく前に目くらましをくれてやれ。というわけだ。不幸な行為だった。オルフェウス自身も、あるいはロトの妻も振り返る動作にこれほどの犠牲を払いはしなかった。再びショッキングな広い音調にわたる水鳴が聞こえた。テケリリ、テケリリ。我々が見たものを弁明するにあたって、ズバリと記述することには耐えられないのだが、私は同様に率直であってもいいのかもしれない。もっとも当時は二人とも、相手にすら打ち明けるべきではないと感じていたのだ。その光景自体の恐怖を読者に伝えうる言葉はない。我々の意識は完全に足苗状態で、計画通り電灯を減光し、シトへの正しいトンネルを選ぶだけの分別が残っていたのかもわからない始末だ。そこを通り抜けられたのは、もっぱら本能の働きによる、理性に頼るよりマシだっただろう。もっともそのおかげで救われたにせよ。随分高価なものについた。まともな理性などもうほとんど残っていなかった。ダンフォースはすっかり取り乱してしまい。調査行きの残りのことで私が真っ先に思い出すのは、彼がふらふらしながら一つのヒステリックな呪文を唱える声である。人類の中で私だけがそれを的外れだとも気違いじみているとも思わないのだ。その呪文はファルセットとなり、ペンギンのガーガー声とない混ぜになって小玉を返した。前方の急流に響き渡り、そして、ありがたいことに、今や追う者のいない背後の急流に鳴り響いた。彼はその場でいきなり呪文を唱え始めたのではないはずだ。そうでなければ我々が生きたままめくらめっぽう突進することはできなかっただろうから。かの神経応答がどんな影を背負ってしまったのか。考えるだに身震いする。サウスステーション、アンダー、ワシントン、アンダー、パーク、ストリート、アンダー、ケンドール、セントラル、ハーバード、哀れな男が唱えているのは、何千キロ。ものあちらにある我らが平和な生まれ故郷、ニューイングランドを貫いているボストン。ケンブリッジ地下鉄のおなじみの駅名だったが、私にとってこの儀式は無意味なものでもお気楽なものでもなかった。それは恐怖でしかなかった。なぜかというと、それこそまさに例のものに対する周回かつ言語を絶するアナロジーだと分かっていたからだ。振り返った時、もやが十分薄まれば、ある途方もない恐怖の存在が動く姿を目撃することになるのだろうと予想していた。だがそれがいかなる存在かについては明確な考えがあった。我々が実際に見てしまったもの、もやが本当に悪意を感じさせるほど薄れたからだが、完全に異なるあるもので、計り知れぬほどはるかにおぞましく、厭わしかった。それは幻想小説家が言う。アリーベからざるものの具体的かつ完全な体現であって、最も類似した分かりやすいアナロジーというのが爆心しくる巨大な地下鉄車両を駅のプラットフォームから見た光景なのだ。地下の無限に遠い距離から迫る巨大で真っ黒な前面に異様な色灯が正座をなし、ピストンがシリンダを充填するように広大な穴いっぱいに広がって。だが我々がいるのは駅のプラットフォームではなかった。我々がいるのは線路の上で、その前方には悪夢めいた暗い虹色の過疎的な円柱が腐臭をまき散らしつつ直径5メートルの海、一帯にじくじくと広がり不浄なる速度を加え、進路上には再び募りゆく青白い深淵の蒸気が螺旋を巻いていたのだ。いかなる地下鉄車両よりも大型な、名状しがたい恐怖のもの、泡立つ原型質の形なき体積、かすかな自己発光を呈し、トンネルを埋め尽くす全面全体にあまたの一時的な眼球が緑光を放つ農法のごとく、かつ消えかつ結び、反響乱のペンギンたちを押しつぶしながら、そいつないしそいつの同類が邪悪なほどにクズ一つなく拭い払った滑らかに光る床の上をずるずると我々を追い詰めていた。またしても不気味なあざけりの叫びが聞こえた。テケリリ、テケリリ。そして我々はようやく思い出したのだ。残忍なるショボッスは、生命を、思考を、過疎的な臓器のパターンをもっぱら古き者どもから与えられ、点の集合として表現される言語以外に言語を持たず、同様に過去の主人を模倣した方言以外に声というものを持っていなかったことを、